真実はいつも一つ。某有名アニメの決め台詞ですが、真実を見つけたと確信できるのはいつでしょうか？それはやはり物的証拠や自供が伴い、関係者がそれを認知した時だと思います。今回は11年もの時をかけて真実が明らかになったとされている事件の話です。しかし果たしてこの真実、本当の意味での真実なのでしょうか？皆さんの目で耳でご判断ください。吉田優希ちゃん殺害事件、別名今市事件。栃木県の今市市で大沢小学校に通う当時7歳の小学1年生吉田優希ちゃんの行方がわからなくなりました。その翌日、優希ちゃんは行方がわからなくなった場所から離れた場所で物言わぬ姿で発見されました。数々の目撃証言があり、その内容もかなり具体的。後に判明する犯人の身内からの通報もありました。しかし警察の捜査に信じられない不備があったり、物的証拠が集まらなかったことなど、長い間犯人逮捕には至りませんでした。結局犯人の自供によって逮捕に至るのですが、本当にこの男の単独犯なのでしょうか？2005年12月1日午後2時50分、ゆうきちゃんは友達3人と一緒に下校。自宅まで約1キロの地点で友達と別れていました。家族はいつまでも帰らないゆうきちゃんを心配し、すぐに捜索を開始。午後6時半頃からは、近所の人や消防団が一緒になって探し、警察犬も導入されましたが、警察犬はゆうきちゃんが友達と別れてから約120メートル行ったところで反応を示さなくなり、その地点からゆうきちゃんは何者かに連れ去られたと考えられました。翌12月2日、栃木県警は公開捜査を開始します。そして午後2時頃、残念ながらゆうきちゃんは自宅から60キロ離れた茨城県の山林の中で遺体となって発見されました。衣類は身につけておらず、口や両手には粘着テープで縛られた形跡がありました。発見したのはバードウォッチングをしていた老人3人で、この場所は人通りが少なく人目につきにくい場所だったそうです。ゆうきちゃんは胸を数箇所刺されており、警察は殺人事件と断定。栃木県警、茨城県警による合同捜査本部が設置され、合同捜査が開始されます。捜査開始以降、これらのことが分かりました。ゆうきちゃんのランドセルや衣服などの遺留品が見当たらない。これらは2020年現在まで発見されていません。学校からの情報提供で多くの不審者情報が寄せられましたが、有力な情報にはなりませんでした。しかしゆうきちゃんが失踪した直後の午後3時頃、若い男が運転する白いセダン車を見たとの目撃証言がありました。またこの車はゆうきちゃんと別れた友達も白い車を見た、ボロっちい車で後ろがへこんでいたと証言しており、この車は遺体発見現場となった茨城県方面に走行するのが確認されています。ゆうきちゃんがいなくなった今市市から遺体発見現場へ至るルートにて検問を行いましたが、犯人らしき人物は見つかりませんでした。コンビニやインターチェンジの防犯カメラ、監視カメラの映像チェックなども行われましたが、それらしい人物や車は撮影されていなかった。自宅から60キロも離れた場所で発見されたことから、車での移動が濃厚とされましたが、残念ながら有力な情報はなかったということです。犯人はゆうきちゃんの行方がわからなくなった現場、そして遺体が発見された現場の双方に土地勘があり、白いセダンの車に乗る人物として警察は捜査を進めます。事件発生から8ヶ月が経過した翌2006年の8月1日、犯人逮捕に結びつく情報に対し200万円の懸賞金がかけられ、2007年3月9日には遺体の複数箇所から同じ男の DNA 型が検出されます。警察は犯人特定の手がかりになるとみて、この DNA 型をもとに捜査を継続。しかし後の11月2日、なんとこのDNA 型が栃木県警の元捜査幹部のものであり、捜査時に付着したものであることが分かったのです。また捜査関係者によると、遺体やその周辺からはゆうきちゃん以外の複数の DNA 型が検出されており、関係者と照合した結果、誰のものか判明していない DNA 型が少なくとも一つは見つかりました。捜査は続けられたものの、遺留品もなく犯人逮捕にも至らない。もどかしい時間だけが過ぎていきますが、事件発生から9年後の2014年4月17日、ついにこの事件への関与をほのめかす男が現れたのです。男の名前は勝又拓也、当時32歳、栃木県に住む人物でした。この男は別件で母親と共に偽ブランド品を所持していたとする商標法違反の罪で逮捕されていた人物でしたが、その取り調べの最中、本件への関与を自供したのです。実はこの人物、本件が発生した直後から警察から認識されていた人物でした。それはなぜか、勝又容疑者の義理の父親からの通報があったからです。拓也が怪しい、あいつはロリコンで異常だ、調べてみろ。
実はこの通報があったのは事件発生からわずか1ヶ月後のことでした。当時勝又容疑者は白のセダン車を所有、その車の後部バンパーにはへこみがあり、そして遺体発見現場あたりの土地勘があり、なんと優希ちゃんが通っていた大沢小学校の卒業生でした。ではなぜ警察は勝又の調査をもっと早期に本格的に実施しなかったのか。他にも理由はあると思いますが、その一つが DNA 型です。警察は捜査開始当初に勝又と接触し、任意で口腔内粘膜から DNA 型を採取していました。この DNA 型と遺体に残された DNA 型一致していないんです。しかし本件に関しては捜査官の DNA 型を誤って犯人のものとして捜査を進めていた経緯があったり、また当時の DNA 型鑑定には信憑性などないことはすでに皆さんご存知かと思います。そのおかげでこの男は8年半もの間逃げ続けることができ、挙句別件で逮捕され自供するまで本件への関与について言及されなかったのです。猥褻目的だった、栃木県の山中で殺害した、彼が自供をした理由、優希ちゃんが夢に出てくるからだそうです。その後警察は勝又の自宅を家宅捜索し、逮捕の決め手となる優希ちゃんのビデオ画像を押収します。その他にもナイフが何点も発見されました。そして事件発生から実に11年後の2016年4月8日、宇都宮地裁は勝又に無期懲役を言い渡しました。しかしこの判決が下される際、勝又は自白内容を変更しています。殺していません、パニックになり調書にサインをしてしまった、そう語り出したのです。そして勝又の新しい自白の内容がこちらになります。無理やり女の子を車に乗せ、布テープで縛って口を塞ぎ、スタンガンを当て目に布テープを貼った、その後車で山林に連れて行って午前4時頃に猥褻行為に及んだが、そこに第三者がやってきてバタフライナイフで女の子を刺し殺害、遺体を山林に投げ捨てた。普通に考えれば刑が確定しそうになって焦って嘘をついた、そう思うかもしれません。結果から言うと勝又は先ほど述べたように無期懲役刑を言い渡されるのですが、実は勝又を犯人とするのには不審な点が多数あるのも事実なんです。勝又は本件への関与については自供しましたが、殺人容疑に対しては逮捕直後から無実を主張し続けています。別件逮捕から本件への関与を取り調べるという手法は冤罪が確定した足利事件や袴田事件などと同様のケースと言えます。勝又の DNA 型は現場から検出されていない。遺体発見現場で殺害したとする自供内容ですが、遺体は全身の血液がほぼ抜けた状態でほとんど血痕が検出されていない。遺体の死後硬直状況から考えると車の後部座席で寝かせていたとすれば符合するような形になっていた。これは山中で殺害したとの供述に反している。凶器が見つかっておらず、優希ちゃんの遺留品も見つかっていない。白いセダン車に乗っていたとされていますが、優希ちゃん誘拐に使用されたかどうかというところは立証できていない。これらの情報に対し勝又を犯人とする有力な情報はこちらです。優希ちゃんのビデオ画像を持っていた、当時子供たちが証言した後部にへこみを有する白いセダン車に乗っていた、そして自供。実は本件が発生してから1ヶ月後に勝又の住む家からほど近い場所で、今思えば優希ちゃんの遺留品と思われるランドセルとピンクの靴がゴミステーションに捨てられているという通報が入っていました。しかし警察はなぜかこれを見逃し、勝又の車も解体され、結果証拠となりうる物証のほとんどが残っていないと考えられています。殺害に使用された凶器も見つかっていません。警察は語ります。自信を持って逮捕した。これだけの不手際やずさんな捜査がありながら、どこからその自信が出てくるのかと言いたい気持ちをこらえて肯定的に捉えますと、それほど決定的な画像や動画が勝又のパソコンから押収されたのかなとも思います。私は勝又がこの事件とは無関係だとは思いません。しかし誰のものかわからない DNA 型の検出、本当に勝又一人の犯行なのでしょうか。これが真実として決着して良いのでしょうか。勝又の弁護側は控訴しましたが、2018年8月3日、東京高裁は宇都宮地裁の判決、つまり無期懲役の判決を棄却しますが、新たに無期懲役刑として判決を下します。その理由は状況証拠を総合すれば犯人であると認められるから。それでは今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、そうだ、今この音声を録音している時にちょうどチャンネル登録が3万人を超えました。皆様本当にありがとうございます。これからも何かの役に立てるような動画を作っていけるように努力していきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは。